おはようございます。今日は札幌で講演会の一日です。お昼はスープカレーです。いつも来る小芝商店。何食べようかな。エビスープもいいけど、カキスープもあるよ。カキスープにしよう。カレー来ました。今日は岩のりたくさん、ハンバーグとブロッコリーつけましたね。いただきます。辛いかな。おいしい。何辛にしたい。全然辛くないこれ。半辛。半辛。うん。もう3でしょ。でも後から来るじゃない。スパイス。いいよ、揚げなくて。マイルドだね。マイルド。ハンバーグちょうだい。ハンバーグ揚げる。エビスープちょうだい。うまい、エビスープ。燻製だから、ただの確かに、燻製スープ。ハンバーグどうぞ。ハンバーグじゃいただきます。めっちゃ美味しい。うまい、ハンバーグ。こんなに美味しいのか。うまいよ、これ。これかなりクオリティ高いよ。ここが奥尻バーグ。北海道神宮にお参りに来ました。緑が綺麗だな。あそこですね。天気いいね。めちゃくちゃあったかい。神宮茶屋。これがね、焼いて美味しそう。頑張って食べちゃう。いい匂い。あ、いい匂い。かしわ。これはクッキーですか。こちらサブレになります。あ、サブレ、ソフトクリームマリワか。そうなのよ。でか、何段これ。食べちゃうよ、先っぽ。食べていいよ。あ、溶けてきた。なんで向こうなんで向こうな顔やばいよ、これ倒れてきちゃう。みんなで食べよう、早く。ごちそうさまでした。福菓子は美味しかった。ソフトもです。今日のお昼の講演会場です。素敵なレストランですかね、ここ。おお、すご。すご。今。公園前で最前にやってます。うん、サイン終わったら話す場所を決めましょう、ね。うん、お客さんがやってきました。では始めます。もう皆さん来たのかな。こんにちは。ここで喋るんで。すごい晴天で。晴天だね。皆さんこんにちは。こんにちは。松田美京と申します。今日はですね、
朝1分間30の習慣の、出版公演にお越しいただきありがとうございます。まあ、ワーク中です。ワーク中です。でいつもと同じようなことをしてしまいがちなんですけども、明日の朝は、まあ、周りに流されることなく自分の答えを持つということをですね、してほしいなと思いましてなので、まあ、いちいち自分に本当にそれをしたいのかな、どうかなっていうことを、自分の答えを持ちながら生きていただければなと思います。僕は本当に夜パフェ食べたいかと言って食べたいので今日来ました。今日はお聞きいただきありがとうございます。じゃあお願いします。写真撮ってます。はい、はい、行きます。はい、駅の書店に来ました。三省堂書店、これからここで講演会やりたいと思います。室に来ました。控え室です。ありがとうございます。皆さんこんばんは。ありがとうございます。タスクは何、まあ、そういう問いをもとに一日を過ごしていくんですけども、そうするととても仕事がはかどったんですよね。講演中です。講演会終わりました。次はご飯だ。夜ご飯はいつもここです。宮田、こんにちは。あ、ご無沙汰してます。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。今日は今日はありがとうございました。ありがとうございました。お世話になりました。ありがとうござい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 ました。美味しい。お茶美味しい。大津くんの手紙です。みんなあるんですよ。でもみんなあれ入ってるんですか、ハグさんとか入ってます。ちょっと大きいんです、粒が。へぇー、近い。そうなんだよ、Vlog 近いので毎日撮ってるよね。ほぼ毎日撮ってる。いやー、いい音だ。そのうちスバル車のいつも多分上がると思いますけど。でっかすごい濃さて。他で移動するよりもやっぱりどこかにヒュッて出ちゃった方が。あいやー、お寿司はいいね。ずっと休んでたんで、やっぱり久々にお寿司食べるとお寿司って美味しいんだよ。おいしい。めっちゃ美味しい。うん、美味しい。赤身でもいきますか。あ、ありがとうございます。赤身いる、いらない。赤身食べたい。うん、うん、美味しい。とろける、とろける。ホタテいただきます。おいしい、甘い。うん、うん、めっちゃ噛めば噛むほど甘いよ。ホタテの味がしてきた。いっぱい噛んで。アレルギーとか嫌いなものとかは味噌乗っかってる。味噌乗っかってる。本当だ。このまま、このままでも大丈夫です。どれですか。細いやつ。あ、こんなちっちゃ。はい。はい。私以外みんなじゃん。いや、食べました食べました。今日もめっちゃ美味しかったです、宮田さん。長い長い一日が終わりました。ということでおやすみなさい。